Tokyo Girls Update。TGU After Talk、TGU After Talk です。さあというわけでこの動画では、まあ、番組で登場してくれたアーティストさんに改めて出演の感想などを聞いていきたいと思います。はい。夢アド、夢見るアドレッセンスの皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お疲れ。ありがとうございました。どうだった？いや、やっぱりいろんなお話させていただいたんですけど、オペラっていうか、オペラ？あれはなんていうの？あのね、ハモリ？あのハモリなのか歌なのか何なのか初ですよ、うん、人の前で、うん、人様の前で正直言っていい、はい、結構響いたもんね。本当ですか、うん、俺ねあの影であの歌すごい結構好きだから、うん、俺の中でも結構なんか日常的に、うん、あの自転車乗りながら口ずさんでしまう、うん、誰だって歌いたくなっちゃうね。わかります。特別なって言いたくなっちゃうからね、うん、ね。だからね、いや100点満点ですよ。あ、いいですか。ただしこれが果たしてもう、ね、全世界の人たちに伝わるかどうかって言ったらちょっとわかんない。だから今度またこの番組に来てくれるときにはちょっとなんか国際的なネタをちょっと、ね、仕込んでくるから、ね、英語とかイングリッシュ的な、そうそう英語でも OK だし、例えばなんか世界各国からいろんなあのクエスチョンが来たじゃん、うん、だったらタイとかフランスとかだったらちょっとなんかそれなんかありがとうってなんて言うんですかとか、なるほど、そういうのいっぱいいっぱい一言だけでもみんなすごい嬉しがるからさ、うんうんうん、どうみんな例えばさ、まあ、国際的な番組だけど、うん、行ってみたい国とか今後こういうところでライブやってみたいなとかそういうのある？あ、たくさんあるよね、うんうん、フランスとかも結構日本の文化とかが有名じゃないですか、うん、受け入れられてるね、うん、そうだからフランスとかも行ってみたいですし、うん、香港とか、うん、台湾とか、シンガポールとかももちろん行ってみたいですし、いいね、うん、フランスといえば何、フランスといえばなんかイメージある？フランスパン、おー来た、パンオンショコラとかね、クロワッサンとかね、そう、あとそうなんだ、このタワー、あ、エッフェル塔ね、エッフェル塔タワー、東京タワーこれ、しかもこれタワーに見えないからねなんかのフェスじゃないけどお祭りみたいになったエッフェル塔、うん、どう、リーダーは行きたい国ですか、うん、行きたい国でもどこがいいんだろう、どこなの、ハワイ、ハワイ、ハワイ、これ多分個人的にも自分で行きたいだけなんですけど、なんかとかオーストナリア、ナリア、コアラ、うん、コアラ、カンガルー、うんうん、なんで有名な方ばっかり言うの一番レベルしたとこ行ってたね、どう、あがりちゃんとか、うちは、あの夢のとしてはね、タイに結構何回か行かせてもらってるんですけど、うん、タイって結構あったかいじゃないですか、うん、でうちあったかいとこ大好きなんで、とりあえずあったかい国に、南国、うん、そう、南国に行ってみたいなと、うん、南国でもいいし、うん、よくわかんないけど、うん、なんだろうな、でもそれこそね、言ったフランスとかもずっと行きたいって言ってて、うんうん、フランスって寒いんじゃないの？寒いのか、うん、まあまあ寒いかまあまあまあ、ちょっとそんな感じするけど、なんかタイに行ったんだよね、はい、どう、なんか現地でいろんな人と触れ合って、うん、少しなんかタイ語とかも勉強したりとかしたの？タイ語、うん、勉強したっていうか、うん、やっぱ自然と覚えたものは、うん、コップンカと、あとナーラックっていうのが可愛いっていう意味なんですよ、うんうん、あとなんか覚えたのある？とりあえずまあ5分か、サワディーカーもありがとう、あ、そう、サワディーカーとか、サワディーカーこんにちは、そう、挨拶的な、あと美味しいとか、うん、アロイって言うんですけど、アロイ、アロイ、へー、アロイとか結構なんか、うん、なんだろう、言えたらまあ得するっていうか伝わりやすいものは覚えてるんですけど、やっぱ文的なのは難しいですよね。そう、なんかやっぱ単語とかはやっぱ覚えられるんですけど、うん、喋るのはやっぱ難しい。大丈夫大丈夫、そんな単語投げるだけで絶対伝わるから全然問題ない、そういうところはですかね、うんうんうん、それもライブでちょっと行ってみたりとかしてみたら、ライブではもうコップンカーとサワディーカーは言ったりします、うん、コップンカーボーンみたいな、コップンカーサワディーカーボーンってサワディーカーなんかもうなんか、うん、何度かタイには行かせていただいてるので、うん、結構ね言えるのが当たり前みたいな、ね、うんうん、感じなので、もう本当に普通にコップンカーって言ったらコップンカーっていう、うん、なるほどね、会話はできます、うん、でももちろんその意味合いとしては、まあ、もちろんタイもそうだけど世界的に活躍したいところもあるじゃん、そうなんです、はい、じゃあここで僕からのおすすめなんだけども、うん、まあ、世界の共通言語いろいろあるけどやっぱ英語はちょっとだけ喋れると絶対得になると思う、そうだよね、うん、タイの方もやっぱ英語でよく話しかけてくれたりするので、うん、そう、タイの人みんな英語喋れるんですよ、喋れるよね、うまいよね、だからやっぱ共通な英語だから喋れるようになれたらいいなって、うんうん、じゃあちょっと杉山くん頑張っちゃっていい？みんなに俺が知ってる限りのちょっとイングリッシュを伝えて、それをなんかそのライブとかで言ってほしいなと思って、あ、言いたい、言いたい、教えてください、うん、すごい簡単な英語をみんなに使ってほしいんだけど、うん、ライブ中でしょ？はい、ライブ中、ライブ中みんな何してる？ライブ中何してる？歌って踊ってますね、そうだね、で、できたらお客さんも一緒に
そうですね、盛り上がってほしい。そういう時の一言、日本語だったらなん、まあ、日本ではライブだったらなんて言う？盛り上がってるか。そう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 。でそれを英語で言えたらいいのね、うんうん、いい。セイセイみたいな。なんでいきなりめっちゃヒップホップになるの？セイみたいな。だからそういう時にいい言葉があって、すごい簡単なんだけど、絶対伝わるのが、カモンって言うでしょ。はい、カモン、カモン、イエー、that's right、カモン、カモン、カモン。それをみんなって言えば、everybody でしょ。カモン、everybody、カモン、everybody。そう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 。そこから、一緒に踊ろうぜって言えば、なんて言う？英語で言ったら。Together じゃない。レッツダンス。踊ろう、どこに行った？ダンスどこ行った？ダンシング。レッツダンシング。レッツダンス、レッツダンス、レッツダンス。 OK、 じゃあ行くよ、俺だったら、Come on everybody, let's dance! Come on everybody, let's dance! 最高じゃん。できるじゃん。できる子、私できる子。そう、絶対さっきさ、なんかすごいしどろもどろに読んでたけど、意外とちょっと喋れる口なんじゃない？いや、私本当に歌詞とかでも、うん、その自分たちの歌はさすがに歌えるんですけど、うん、英語の歌詞とかカラオケで行ったりすると本当歌えなくて、うん、カタカナになっちゃうんですよ、全部。うん、本当、レッツダンスみたいな。いや、でも才能あるよ。本当ですか？もう一回ちょっとやってみて。はい。Come on everybody! Come on everybody! バカしてたのね。してないで、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 ちょっと海外風に、海外チック。はい。Come on everybody! Come on everybody! Let's dance! Let's dance! OK、じゃあその3倍ぐらいのテンションでいこうか。Come on everybody! Come on everybody! Let's dance! Let's dance!いやー、いいね。じゃあ一番最後は俺の 3,2,1 のカウントダウンでやるから、そこで、まあ、カメラに向かって、まあ、あそこにお客さんいるかのように、まださっきのテンションと、まあ、ちょっと 2.5 倍ぐらいで、うん、はい、いけたらお願いできますかね。いくよ、はい、OK、 じゃあ 3,2,1 Let's go! Come on everybody! Let's dance! Yeah! 完璧です、完璧です、Perfect!このテンションでね、素敵なライブを海外で見せてくださいね、はい、お願いします。じゃあ最後はですね、ぜひともですね、はい、新曲の話お願いします。はい、私たち夢見るアドレセンスの新曲サマーヌードアドレセンスが7月15日にリリースされました。その、PV は、YouTube にて公開されていますので、皆さんぜひチェックしてみてください。ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。じゃあせっかくだからそこもちょっと英語でサクサクっと。マイネームチーム夢アドレセンスサマヌードアドレセンス PV チェッケラ。イエーイ。オッケーオッケー。指導が全然必要ない。そのテンションでもね、絶対伝わるから、うん、本当ですか。今後の活躍もね、楽しみたいと思います。パーフェクト。ということで今日はですね、夢見るアドレセンスの皆さんでした。ありがとうございます。 Thank you very much。 ありがとうございます。